日制作発表を迎えて、上のバイオリン期が始まるんだなとワクワクする気持ちと、また身の引き締まる思いでいっぱいです。私にとりまして宝塚を退団いたしまして初めてのミュージカル作品となります。初演から50周年という記念の年に参加させていただけること、そしてこの素晴らしい共演者の皆様と一緒に舞台を作らせていただけることをすごくすごく嬉しく思っております。少しでも成長できるように日々たくさん吸収して頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。先ほども申し上げたように宝塚を辞めて初めての作品ということで、お話を伺いまして、素晴らしい作品とそして共演者の方々とご一緒させていただけるということがまず私にとりましてはもう全てが新鮮で、学ぶことばかりなので、ぜひもうこの作品でチャレンジできることなら何か自分の殻を一つ破りたいなと思い、この作品をお受けさせていただきました。作品としてもとても素敵な作品ですし、最低役としても、長女なので、引っ張っていけるようなしっかり者のところを出していけたらなと思います。